はいどうもこんにちは。山本龍星と申します。このチャンネルは有名人を占う動画になります。今回は俳優の香川照之さんを占っていきます。えー、内容はこちら。えー、まあ香川照之さんを占ってみると。で、香川さんの性格を占うとどんな感じなのか。そして、これまでの人生、えー、未来の集大成となる時期について、について、まあ、お話ししていきたいなと。 思いますえー、っとですねまあ、まあ、占ってみてですねあの非常に興味深い内容でした。えー、個人的にはですね私とあの占ったその、まあ、本人が持ってる素質の部分があるんですけどもそこがまあ非常によく似てるというかもうかなりそっくりでだから何て言うかなひととはちょっと思えないような感覚を持ちながらちょっと占いをさせていただきました。ということでじゃあ,あの始めるんですけれども一応これねマイ 一回ちょっと言ってるんですけど、あのー、まあ、占うにあたりまして、私が、あのー、作った、オリジナルの、まあ、鑑定プログラムというのを使って、占っていきます。えー、今、この画面に表示されているものですね。あの、これ言わないと、あの、この画面何ってなって進めることになるんで、一応ね、ほんと申し訳ないですけど、毎回、ちょっと言わせてもらってます。あのー、ですね、まあ、まあ、プログラムを使って計算して、あの、占っていくのであの、かなり細かく情報が出てくるんですね。で、今、この動画をご覧の、あの、あなたも、 あのこの動画でやっているように同じようにあの使うに使ことができますあの例えば自分の性格もそうなんですけどあの自分の性格ってあの分かってるであよく分か,分からないじゃないですかでそういうのが、まあ、分かったりとかあとあの自分の人生の流れとかね知りたいでしょ、ね、でどんな才能を持っているかとかあと向いてる仕事とかあとあの、えー、結婚でまずい時したらまずい時期とかね 引っ越しまずい時期とか、あの、人生の危険な時期なんかがですね、分かったりするんで、そこを避けれるじゃないですか。で、そういうのが分かったり、あの、します。で、あの、この動画のこの概要欄にこちらあるので、で、こちらにリンクをクリックしてもらえれば、あの、まあ、かなり安い値段で、あの、やってますんで、あの、よかったら使ってみてください。はい、ということで、行きましょう。 はい、これがですね、まあ、香川さんを表す要素がこちらなんですけど、まあ、私とすっごい似てるんですよね。はいえー、と皆さんが使うプログラム上にはこれ表示されません。あくまでもこの鑑定用の、まあ、動画の撮影用にまあ表示させているだけですね。はいえー、ということで、あの事前にあのここに性格とかあの適職とか結婚恋愛とか家庭環境とか危険な年、えー、人生の流れとかいろいろあるんですけど、まあ、事前にちょっと、まあ、こうまとめてますんで。 わかりやすくするためにでそれをちょっと表示させます。まあ、こんな感じです。まあ、香川照之さんの性格を占ってみる。えー、ま、車中金と呼ばれるタイプでまあ、え、コツコツ努力する勤勉なので、耐性する人が多い。自制心が非常に強いというか、あの自己コントロール能力が高い方ですね。で、周囲に迷惑をかけない、えー、礼,礼儀礼節を重んじる人。まあ 社中金のまずこれが多分一番の特徴なのかな。で平和主義であるそして異性に対する興味はまあそれほどない人が結構まあ多いかなというふうにまあ占っててまあ思いますね。はい、で,、えー、でここからはまあその全体的に見てね香川さんの、えー、に見られる特徴なんですけどまずあのーまあ、親との縁が薄いまたは父親に問題ありというふうにこれがはっきり出てます。えー、なんでこれがあのはっきり言えるかっていうととう、えーまあ、私自身と もう私自身がそうなんですよ。で全く同じなので,、えーとまあ、で、今まで恨んでな,なってきても、やっぱりそこはねあの結構はっきり出,てる出るところなので、まあ、ここはあのー、出てますね。で実際に Wikipedia 見ても、香川さん、まあ、あの占うま,までちょっと実はそこまで深く知らなかったんですけど、まあ、やはり複雑な家庭環境だったということで、やっぱここはやっぱり当たっているかなというふうに思いますね。えー、そして、あのー、やっぱそれがあるんですよね。その あるからこそなんですけど人の心を見抜く繊細さや、えー、鋭い直感力は、えー、家庭環境や、えー、幼少期の経験から来ているものだとよそうですねあのうんあとあの表現者っていうのもやっぱここら辺なんですよねその、えー、幼少期とかその自分生まれ育った家庭環境からあの来ているものが強いというかでここがだから香川,香川さんらしさの部分ですねで知性がど真ん中にどんと中心にあります。で,で 調べて、あのー、確か東京大学卒業ということで、あ,のー、あと、あのー、昆虫にすごく詳しいですよね、そういうふうにあの知性とか教養を意味する要素がどんとど真ん中に中心にきてて、でかつそ,のそういうタイプの人っていうのは優等生、優等生タイプによく見られる要素がまあど真ん中に来てるんですね、だから結構この辺もまたちょっと当たってるかなというふうには思いますね。で表現者の要素もありますで えー、異性や家族には優しく、えー、非常に家庭的であると、えー、落ち着いていて節度をわきまえるといった要素が、あのー、ありますね。はい、やはりそのやっぱ礼儀礼節というのを重んじる要素が、あのー、結構強めに出ていますこれがまあ香川さんの、まあ、占ってみてのまあ特徴ですね。はい、じゃあ、えー、とー人生の中ではちょっと一回見ましょうか、ま。このようにですね あの若い頃はやっぱり苦労するんですよね。で20代から20歳ぐらい20歳から、えー、こうぐーんと上がっていく、うん、あの道が開けてここでもう徐々にこう上がってで上、えー、り詰めていくといった流れですね。はい、でじゃあちょっと、あのーえー、まとめたやつのもう一個表示させます。えー、これですね はいえーとまあ、香川さんのまあこれまでそしてこれからについてのお話なんですけど、えー、まあ19歳までまあ非常に苦しかったのかなというふうに見てて占なってて思いました、まあ、どん底でしたからねでしかし20歳ぐらい二十歳からの時期からですねやっぱりさっきの,あの人生の流れを見てもらった通り変わっていくんですねでここで何かをその20歳のタイミング19歳20歳ぐらいのタイミングで何かああ,のあこれかなみたいなつかんだものがん 決心ししたたたこととがあったのかかなといいう,うに見てて思いました何か変わるきっかけがあったのかなというふうに思いますね。で、えー、20歳から運気は上り調子になっていきましたよね。はい、でえっ、ー、とー見てて思ったのはそうですね1989年24歳の時がまあ波乱の1年、まあ、俳優デビューでしたねこの年ね。というふうに出てましたちょっと待ってくださいねこうそうですね そうですね、はいあのみ、見てもらうとやっぱこのいろんなことがすごく全部重なっている時期なんですよね。あのーはい、だから、からこの年絶対なんかあるだろうなって思ったのが1989年。 何かこうあるだろうなと思ったらやっぱそのウィキペディア見るとまあ俳優デビューした1年でしたねで、えー、2015年からはあのーえー非常に強い運気がまあつ、あのー、続きますで人間関係しかし人間関係などのトラブルがまあ起きやすいというふうにもまあ出てますね。あのー、2015 10年年からのというのはどっちかっていうとその、うん、考えも出てま結構 行動しがちというか、うん、行動優先型になり,なりがちな十年なんですねで、2024年かと2025年というのは何か大きな変化が起きる可能性があの高いかなというふうに見てます要はここで切り替え時なんですよねあのまた別の2025年から新たなステージに入るのでここで何か香川さんの中で香川さんの、うん、2025年は香川さんにとって何か 大きなイベントがあるんじゃないかなというふうに、えー、と出てます、はいでえー、そして、えー、定期的にいい年が来ます、えー、その年が1987年1999年2011年2013年そして、えー、直近だと、まあ、2023年かな今度、はいえー、年にですね、あのー、何かすごくいい一年になるかなとあと、まあ、もっと言うとですね、えー そうだな、えー、2035年、えー、2047年とかですねはいあのーえー、この年がまあ非常に良い年で中でもですね2035年からの10年間に関してなんですけどここが人生の中でもまあ非常に最高と言われる時期でおそ、えー、らく過去やってきたことのまあ集大成となるのではないかなというふうに占ってて、えー、出てますね。はい はいということで、えー、俳優の香川照之さんを占ってみました。えー、他にもねいろんな方を今後たくさん占っていきますのでチャンネル登録よろしくお願いします。えー、以上ご視聴ありがとうございました。